バーニングチノっていうので出てほしくて簡単だから。はい、デベステ1台出してこれじゃ普通のデベステって言ってここからがバーニングなんですって言えばいいから、あと任せる。任せる、やばっ。うちのアイリスでボスするでですか、いさせてください。ノーリミ状況が気になってっていうか、うん、メアリーちゃんが気になってる。もうやばいってほんま、泣かしに来とんな。いや、ちゃうやんか。もうさ、え、てかさ、マルコってさ、うん、マルコじゃないよね、本名。うん、赤色2号よね。うん、2号の時に話してたよな。うん、え、でももう、何、本名は捨てたん？いや、なんか捨てたわけでもないねんけど、うん、うちのマルコとして関わった人があまりにも多いから、まあ、別に戻る理由もないか、で戻らず今って感じ。なんかさ、横で喋っていい？いいよ。昨日あのさ、6月9日にさ、イベントやるんだけどさ、チノ？誰か？マルコ？え、あ、はい、チノです。6月9日にイベントやるんだけどさ、はい。銀座で出てくんない？何でですか？前座。できることならやります。ほんと？あのセリフは全部用意するから。はい、わかりました。もうバーニングチノっていうので出てほしくていけるかな。頑張ります。いい、簡単だから。はい、デベステ1台出してこれじゃ普通のデベステって言ってここからがバーニングなんですって言えばいいから、あと任せる。任せる、やばっ。完全におもちゃにされてますね、これ。いつまえライフ流すから。スマイライフ流す、なんだよ最後。やー言わな。やっ、やばっ。それマジっすか？もう完全におもちゃやで、大事なライブ。しかも実質俺とボスしか分からへん、バーニングっていう身内乗り、うん、ノーリミットですら浸透してないこの身内乗りを不特定多数の前でやってドスベリ確定やん。こんな凍るよ、いろんなものが。未来見える今。ていうかさ、マルコさ、さっき俺完全に無線聞いてるから黙ってるもんやと思ったよね、たいけど、何してた？あの間ちゃう、あんな、うん、いや、その名前の話になるねんけど、またうん、あの6月9にライブがあるんだけどさ、うちのって、うん、言ってたよな。うちのかと思ったの。うちのライブが6月9日にあるから、うん、みんな話を聞いてくれっていう、うん、ああ、そういうことね。そうそうそう、で、それで続きを待ってた。あ、うちのライブが6月9日にあるから、うん、みんなになんか話があるんだと思って聞いてたら、うん、うんうん、シノだった。いや、何してんだろうと思って。いや、うちのかなって。あ、いや、まあでもそれは確かにそうだね。ちょっとややこしいな、やっぱりな。ややこしい、ややこしい。そう、なんかそのややこしさを背負うぐらいなら、うん、別に赤色2号という手あるなって思ったんやけど、シノでどうにかなるかと思ったら、今うちのとシノが。ね、いや、わかるっていうとこある。一皮むけるときやな、マルコ。これもうむけてなんもなくなる。なんもなくなるまでむけ続けよう。いいぞ。あー、衝撃や。8日間あるから。そう、いや、結構長いのがガチっぽい。そうだね、ちゃんと準備できちゃうのが嫌だ、ね、そう、ちゃんと準備できるし、ちゃんと向き合い続ける。最悪や、これは。おはようございます。バーニングチノ頼むよ。本当ですか？ほん
正気ですか？でもなんか、でも多分押したらいける感じだね。いや、でもやめましょうこの話は。あの、はい。勝負さん引退するらしいよ。え、ボス引退ですか？うん、多分。で、ボス引退するのに、うん。ジョーカーさんでやることはダメなの？なんかジョーカーさん結構折れちゃったって。ほら、まあでもいろいろ大変。うちのアイリスでボスする。何ですか？いさせてください、ノーリミ。そうだよな。やっぱりトラオではな、行くなら。俺もそう思ってた。お嬢さんも痛いって。心の声が、叫び声が聞こえます。痛いって言ってる。言ってます。ノーリミ痛いって言ってます。はあ。アイリス、ほんならどうなるとかっていうのは未定な感じですか？なんかね、今はモズ渡すとしたらモズで、今すぐに渡すとかそういうのはないですって言われて。あ、しまおうってことです。うんうんうん。だからワンチャン1個でもいいんだよな。1個ずつとかでもいい。で、またモズ締め出したっていい。久しぶり久しぶり。なんかいろいろあったっていうのを知ってもうそう、座る座るか座ろう。なんかそう、いろいろあったやろ。いろいろあったね。ありましたね。いろいろもいろいろやろ。いろいろもいろいろやね。うん、なんか どこまで聞いてる？どこまで？え、解散、うん、そう、あ、聞いた、それは聞いた、うん、聞いた。あ、状況はやんわり知ってるけど詳しいこと知らんの。まあ、まあ、概ねでもそのままやね、うん、もう解散しました。で、まあとりあえず半グレやってるよっていう感じかな。もうなんていうんやろ、状況が気になってっていうか、うん、メアリーちゃんが気になってる。メアリーちゃんが気になってる。もうやばいって。ほんま泣かしに来とんな。いや、ちゃうやんか。もうさ、だってだってさ、いや、もうなんか泣かしに来るやん。どこまで踏み込んでいいんか分からんけどさ。いや、全然踏み込んでいいよ。今さらやん。なんかいろいろあったから、あったやん、うちらが、うんうんうん、ハングレーギャンギャンって時もいろいろあって、うん、で、なんかその、うん、お互いこう頑張っていこうねって言ってしまったりの時も、うん、なんか楽しかったねっていう電話したりしてからの、せな、そう、うん、で今って感じやったから。そうやね。なんか、いや、もうでも、いや、わからん、そう、え、大丈夫なん？もうそれだけ、もうそれだけ、大丈夫じゃないよ。いや、めっちゃありがとう。いや、ぶっちゃけ大丈夫ではないけど、うん、大丈夫にせなあかんから、うん、大丈夫とする。そう、私が大丈夫じゃないって言うとさ、うん、夏目さんが負担に思うから、うん、それはちょっと嫌やから、うん、ちょっとなんか落ち込んでる状態とかを見せたくないなみたいな感じではあったかな。大事やからこそな。いや、ほんまにほんまにね、よかったんよコンセル、ほんまによかったんよ。うん、なんか自分らしく売れるみたいなさ、そう話してくれたこともあったし、うん、
あったかかったし、ボスもほんまに、なんか、うちらファーストで追ってくれてさ、いや、マジでいい組織やったからさ、組織内で、私が最後まで一番反対してた。どうしようもない理由とかもちょっといろいろあってさ、首を縦に振るしかなくなったというか、もうその時が一番辛かったかな。でもそうやな、しんどいな。そう、なんか心配させたくないっていう気持ちはその徐々あんねんけど、かといってでもすぐじゃあ次のとこにステップ行けるかって言われるとまだちょっとそれはできんくて、ちょっと そこまでがちょっとさすがに踏ん切りできひんのがちょっとほんま申し訳ないねんけど、やれちゃんも笑っててほしい。ワンちゃん優しすぎやろて、もうかけてごめんな。もうでもごめんなって言わせたいんじゃないねんけど、でも逆になんかもうごめんなんかなっちゃうねん。いや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 、別にまるちゃんが謝ることは 何もないからさ。まるちゃんが謝ることも何もない。何もないねんけど、っていうかもう何もなんかもう、なんやろ、そのメアリーちゃんの気持ちをなんか軽くするための何かがあってさ、もう電話したとかでもなく、もうなんかとりあえず話したいのできちゃったから、もうなんか何もないけど。いや、全然嬉しいよ、ありがとう。じゃあ、まあそういうのしてくれるタイプちゃうから嬉しいわ。一つやねん、もうなんか言葉選ぶともうよくわからんくなるからあれやけど、もう気持ちが複雑やねん。いやー、でも逆の立場でも確かに複雑なるな、確かにな、なんか、うん、そうやな、複雑やな、複雑すぎるねんけど、そうで、まあなんか迷ったけど、でもなんかここで気使って連絡せんのは、ちょっと自分的に違うなって思って、ちょっと見込んでしまって、なんか気持ちをざわざわさせてしまうようなことをしてしまってたら、それはもうほんまにごめん。いや、もう全然してくれて嬉しかったし、こういう話してくれてんのもめっちゃ嬉しいし、ありがとう。いや、こちらこそありがとうやで。もう一個言うか言わんか迷ってたけど、言わんままより、っていうことがある。はい、夏目さんがメアリーちゃんのこと褒めてた。褒めてた？そう、すごい頑張る子だよみたいな話を、本当にすごいいい子なんだよって話を。てるの聞いて、それをでも言うか迷ったけど、でも
かなって思った。ありがとう。ごめん。もう分かんない。正解が分かんないけど。いや、ありがとう。ごめん。ちょっと待って、今手も出られへん。もう、いろいろ出られへん、無理。ありがとう、ありがとう。ごめん、なんか、ああもうありがとう、でもほんまに話せてよかった。うん、ありがとう。いつでも連絡して、いっぱい連絡するし、うん、ありがとう。うん、行ってらっしゃい。うん、行ってくるわ、うん、ありがとうね。うん、ありがとう。また話そう。うん、また話そう。行ってらっしゃい。話してくれてありがとう。私も好きやねちゃんのこと好きな夏目さんのままだよっていうのはなんか届けた方がいいなって思った。